こんにちは、みみのはんなり京都 TV ドスエ。そして今日もあいにくの雨、そして本日もまたまた始まりました、毎日健康時々ラーメン生活の時間です。そして今日は遠足バージョン、滋賀県でめちゃくちゃ人気のラーメン屋さんにやってきました。今日はこちらのラーメンをご紹介したいと思いますので、みなの衆ついてきなさい。中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。雨やばい、雨やばい。そして今日向かうラーメン屋さんはこちら、岡本タンメン。こちらめちゃくちゃ滋賀県で人気のラーメン店で、私以前に撮ったバリバリジョニーさん、そこの系列店さんらしいです。では今から入っていきたいと思います。注文いたしました。もちろんスペシャルなメニューでお待ちくださいませ。出来上がりました。めっちゃ美味しそうです。ではご覧いただこう、こちらです。めっちゃ美味しそうじゃないこれ。特製タンメンと卵かけご飯のセットになります。ではいただきたいと思います。いただきます。スープ透明や、スープ透明、美味しそう。お、何これ、何これ、ラーメンじゃないっぽい。なんかもうほんまにすごい、これこのスープめっちゃ美味しい。ラーメンっぽくない、全部飲める勢い。野菜めっちゃ入ってんやん、これほら、チャーシューめくるとキャベツゴロゴロ、いいね。そうめん美味しそう。うん、うん、もうこのラーメンほんまにってうまい。なんかね、醤油ラーメンと塩ラーメンが合体したような感じ。このスープがまず美味しい。キャベツ合うし、美味しいわ。辛さは1からね、0から5まで選べるんですけど、私はもう辛いのが苦手なので今日は0です。5辛とかもあるんですけど、皆さんはお試しあれ。スープがマジでうまい。体にいいのが分かるわ、このスープ。チャーシューはね、トロトロレア。
でちょっと炙ってますね、これ炙りとろとろレアチャーシュー炙ってるので、ね、この香ばしさが広がってめちゃくちゃいいです。卵かけご飯も作っていきたいと思います。美味、うん、隣のテーブルの人の替え玉もさっきからで5、6回してはるわ。見てこのキャベツ、うん、ね、スープの中にも豚バラがね、いっぱい入ってますよ。これね、全部スープも飲むと夢って書いてると大当たりでラーメン無料らしいんですよ。1日20杯とか言ってたから。ご飯が大盛りなのでさすがにお腹膨れてきました。チャーシューの代わりのこのさっき見せた小刻みのバラ肉、これ美味しいで、小刻みラーがなくなったので小刻みチャーローズ、まっ。全部飲めないので見てみます。あ、書いてへんわ、舞台やった。あらら、もうよ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 うや、外れ。ここにね、夢って書いてるらしいですわ。でもめっちゃ美味しかった、ほんまに。ここにね、ここにね、ほんまね、最後お酢とラー油を入れるとまたさっぱりするということなので、ちょっと味見したいと思います。お酢、ラー油、うん、酢入れすぎたわ。うん、さっぱりかくね、ほんまにさっぱりすっきり変わりました。お好みで、私は入れない方が好きだな。もう美味しかった、本当に今まで食べたことのないうまさのラーメンでした。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ぜひお好みの滋賀県にしかないそうなので
足を伸ばしてドライブがてら受けていただけたらいいかと思います。ではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。